タムのウッドデッキ力ラタン調のソファーが届きました。それでは開封動画やってみます。はい、じゃあお願いします。いきますよ。はい、あーこういう感じ。早速ね、もう、はい、どん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 いきます。目なんていりません。これ結構いい感じのあれですね。これなんか、はい、なんかさ、してないの、 あのさ、ぽく見えるやつあるじゃん。分かる分かる、編み込み、へこんどるだけね。だから水が染みないやつ、うん、でもこれ多分水が、ね、下までいくやつですね、はいはい、それじゃあとりあえず今からね、じゃあ2人でじゃあちょっと出してみますかね。やってみましょう。はいはい、じゃあちょっととりあえず取り出しちゃってください。まず1個ずつ出します。床に置いちゃってください。これは後で梱包材に使いますね。これは1人じゃ無理。無理ですか。1人じゃ無理です。はい、3時間かかるんです。これ出せばいいですか。どこから出して、もう全部出していけばいいですか。説明書、説明書とかはもうこんなのは野暮じゃない。ネジもいらないとか書いてありましたけど。あ、じゃあいいね。パコパコっと。はい。これなんかすごい、なんかいい。またなんか使えそうな。またね。どうやってやるかって全然わかんないですけど。うん、もう本当に、はい、もうまあぶっつけの。ぶっつけのウブロっていうことで。はい、はい。あれね、ウブロちゃん、これ説明書は？説明書なかったの？今んとこ見当たらない。マジで。何これ、ちょっとよくわかんないね。じゃあなんとなくでね、僕もちょっと参戦してやってみたいと思います。これはクッション。お、多分こんな感じじゃない。説明書はある。説明書って、ね、大事。できるできると思ったら説明書を見なきゃね。はい、なんかウグロちゃんが説明書を発見したみたいです。はい、はい、どうもありました。はい、じゃあちょっと出してもらっていいですか。あ、もう、はい、これ一回出しちゃって箱を抜けて。結構ちゃんといっぱい入ってるね。うん、初めさ、でも事務所の方からさ、入れようと思ったらさ、箱でくすぎて、お母さん入れませんって言われてさ、よかったね、これ、ね、オープンドアがあって、そう、ワイドオープンあってよかったですね。オーケー、それじゃあ、説明書を。それじゃあね、ね、僕も分かる、この、これもいきなり組んじゃっていいですか。やりたいことは、はい、テーブルから作りましょう、まず。あ、でもね、椅子からなってるから、椅子からやろ。はい、まず、これとこれを探さないといけない、E と D。あ、E とか書いてある。どこに書いてある。どこか書いてあるの。これが、はいはい、E です、これね。はい、E、 E で、D、 E は 何と何が使うって。何と何が使うの。 E と D、 まずは何から作るんですか。ここの椅子。椅子、あ、E のね。 E と D だからクッションが D かな、はい、だけど A と B で、そう、どっちかがさ、斜めになってるじゃんね。片目でしょ。うん、こういうことだよね。1脚分、こういうこと。あ、うん、ちゃんもできた。あ、書いてある、いいって、ここに。ほら、あれ、これが E、 これが E だな。 E と、 と D、 これが D、 D って書いてある。はい、で、あ、なるほど。これをこうで、まずこうね、まずこう、そこに OK、 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 もうおいで。次やったら今度、うん、C、 C がこれね。はい、あ、 C ですね。 OK、 入ってる、これ入ってる、それを、うん、そう、ここ動かすのね。お、すげえ、なんか強くなった。できれば2人以上で作業を進め、はい、作業スペースは広めに。作業スペース広いですね。床は段ボールなどで保護、日当たりがいい部屋で。何と日当たり関係ある。部屋を合わせながら組み立てを行ってください。一旦起こして、すごくない。早速、あ、そう、ちょっと、おイエス、いい感じ。さあ、じゃあ次、じゃあ同じ工程を、同じ工程をいきますよ。もう慣れてました。とりあえずは、うん、これでこうで、ここを刺します、うん、刺して、これが何脚あるの。これが2脚で、あと2人掛けがあるの。そう、へえ。これで背もたれ取れたっけ。で、それでそっちだね。入ってる？結構丈夫いんだね、これ。丈夫いし、すごい。なんか、いいよね。簡単なところがまたなお。OK？OK だね。ちょっと、いい。
立て。あと後ろもなんか、そうか、今まで奇跡に合ってただけか。これさ、二銀掛けは二銀掛けでこれがあったけど、今まで無視してやってたじゃん。あ、そんなことないか。これでいいのか。そういうことこれだよ。これ背もたれ。背もたれだろ。立てはこれか。お尻だったっけ。これにお尻とそれだったよ。あ、そうか。でもこれもサスだ。なんかこれじゃあ六人掛けとかカスタムできるってことじゃん。すげえ。そういうことだよね。そういうことになるよね。簡単やね。簡単だし、古いがない。うん。素晴らしいよね。これでこうで、これお尻ね。力でないけど、あれ、ここがね、ここ入った、ここだよ、ここだよね、今これをね、ここだね、今これね、ここね、違う、そういうことだ、だけどなんかおかしくない結局は、じゃあ何もいや、あんまり違ってね、あれ、それ1個しかないのぐらぐら、ちょっと待って、こういうこと1個しかないうんこれはこれで、だってもいけるでしょ。これは邪魔だな。うん、もう3ていかまたこれも立てた方がいい。立てるか。はい、それではね、はいっつって、じゃあ、二人掛けソファー、はい、手すり、手すり、OK、これはこっちから、はい、痛いな、まあ、ちょっと入れば、うん、あとはちょっと立てて、よし、どんどん片付いています。そう、こうだすいません、じゃあゆっくり、せーの、よいしょ、うん、おいで、はい、次足いきます。足、はい、足 OK、 これいいのかよ。ちょっと待って、ちょっと慌てず、これね、いまいちね、はい、かわいそうでね、違った？違ったかもしれない。あ、F 違うもん。ここじゃないもん。ほら、マジ？説明書はね、意外とね、どこに？何が何だった？I と K と H と、ね、あ、違うの。あれ入んないよ、これ。なんか全然違う。違うの。うん。これが。ここが。入った。本社は絶対はまる。よし、これで。ここはちょっと、ここが入ってねえのかな。これ。外用だからね。あくまで。あ、いいんじゃない。それじゃあね、一応完成することができました。それでこの一応防水のね、このクッションもついてます。はい、でクッションを置きます。ちょっとこんな感じ。うわ、リゾートのね、これいいんじゃない。いい、ほんとマジ話に簡単。2人でやればどう。10分、そう、2人で10分ぐらいですね。でテーブルの強度どう。あ、そこそこあるね。上は乗れんけど、ちっちゃい感じ。うん、そこそこあるね。いいで、きました。完成です。さあ、こんな感じ。外に一回出してみたいけど、今日はやめとく。雨降ってますから。雨降ってるんで、また後日。はい、あのね、そっちの奥にね、つけようと思ってます。ああ、もう悪くない。まあ、超だけど、ラタン超だけど、うん、全然いい。外で使うから。あとはパワゴロ、やっぱしパワゴロをね、前まで出して、で、完璧なカフェのコーナーにしたいですね。うん、いい